いや君たち揃ったようだね黒竜の秘密が分かったって本当かはい正常の学者さんたちと共同で研究した結果驚くべき事実が判明しましたまず黒竜の鱗だがあれには莫大なエネルギーこの世界でいうマナが宿っていた黒竜 リオレウスがマナスポットの影響を受けたように奴も異界の狭間のマナに影響されたのだろうそしてマナを宿したことで黒竜は伝承にはない特殊な能力を身につけたんです簡単に説明すると黒竜は異界の裂け目を作る能力を得たんだじゃあ黒竜はこの世界のどこにでも出現できるってことか そうとは限りません。今までの行動から見て黒竜はマナの集まる場所にしか裂け目を作れないようですマナが集まる場所そうかドラゴンが守る土地はマナが豊富だそれに人が集まる場所もマナが多いそういや奴と最初に出会ったのはマナスポットのある樹海だったな。 マナがある場所にヤツは現れるのかそれってこれからも町やドラゴンが襲われるってことだよねあんまりいい知らせじゃないねいいえ判明したのはこれだけではありません実験の結果黒竜の鱗を使って裂け目を作れることが分かったんだヤツの住みかはマナで満ちているから。 あ黒竜の鱗を使えば、奴の住処に繋がる裂け目を作れる。ただ、黒竜の鱗で作れる裂け目は小さすぎる。それを補うのに大量のエネルギーが必要だね。それでしたら、異界のかけらが使えませんかあれには、空間を歪める力がありますから。それならいけそうです。 よし城に戻って準備しよう黒竜の元に乗り込むんだあ,あ調査隊のみんな、ありがとう君たちのおかげで希望が見えたよお役に立てて何よりですそれと、この船に異界のかけらはあるかいああ。アイルーがリオレウスの巣で集めてくれたものがあるよ。 それなら、すぐに船を修理して、この世界から離れてほしい。えどうしてですか討伐に失敗した場合、この世界は、黒竜の最悪に見舞われる。異界のかけらでどんな世界に繋がるかはわからない。それでも、奴が暴れ回る世界よりは安全だと思う。もしかして、 僕たちだけ逃げろとこの世界の危機に君たちを巻き込みたくないんだだから頼む無事に逃げてくれ、うん、調査隊を率いる身として王子さんの意見に賛成です隊員の安全を第一に考えることは僕の義務ですからそれでも 僕たちはここなら黒竜が裂け目の外に出ても被害は少ないはずだぜそれじゃあ黒竜の鱗を使うぞ。 この鱗が響かせる音まるで黒竜の叫び声のようだなだよねーってアイルついてきたの君を巻き込むわけにいかない早く竜式戦に戻って 言っても聞かないだろうぜだったらこいつの心意気を買ってやろうじゃないか分かったアイル力を貸してくれ、うん、見ろ異界の裂け目が開くぞ裂け目から漂う異様なマナ 間違いありません。あの向こうに黒竜がいます。それじゃあ早速。で、あれ空から何か来るよリオレウスだとこんな時に。いや、待てあいつは。 け目に飛び込んできやはり、あいつは次回で黒竜に敗北した一頭。敗北を期した相手に、なおも挑むか。俺は黒竜と再び退治すると思うと、体の震えが止まらん。戦いこそ、生きがいと思っていた、この俺か。怖くなるのも無理ないよ。 向こうじゃ、世界を焦土に変えたなんて言われているらしいじゃないか。だからこそ、絶対に止めなくちゃいけない。世界の命運は、俺たちの肩にかかっているんだ。うん。そうだよね。絶対に、絶対に止めなくちゃ。 《楽しむ心強大な相手と対峙することを楽しむか》<laughs> そうだそれこそ俺の真骨頂だったはずだ。 思い詰めて、ガチガチに緊張してたら、できることもできなくなっちゃうよね <laughs> ありがとう、アイル。おかげで緊張がほぐれたよ。愛、うん、言葉、うん、へえ。 よし。じゃあ俺たちもその人たちに習って、その合言葉で出発しよう。一回行こうぜ